た。こんにちは。はい。さゆたかさん。はい。まあ1日経っても大谷選手ドジャースフィーバーは冷めてるといった感じですね。ドジャース優勝。あ、そうだな。はい。なんか爽やかさがあるね、ドジャースって。なんでしょうね。うん。うん、まあ勝ったらそんなもんなのかもわかんないけどな。あ、勝ったからこそそういう風に見えると。うん、まあでも、うん、やっぱ大谷も爽やかだし、うん、山本も爽やかだし。はい。ね。うん。いいね。いいですよね。まあベッツもいいしな。そうですよね。フリーマンもそうですし。フリーマンも爽やかだな。うん、あのおじさんになってな。あの MVP 取りましたしね。そう、まあ、あのキャッチャーのスミスだっけ、はい。もうスマートだしな。もうみんなスマートに見えてますよね。いやそうなんだよ。エドマンもそうだし。まあでも本当にね、夢を叶えたというね、はい、ことにはなったけども、うん。リハビリ中だよ。そうなんですよね。リハビリ中だし、ね、亜脱臼からもまだね、これから検査っていうことなので、そんな中試合に出て、そしてね、1年シーズン通して戦ってたっていう、うん、なんか一夜明けて大谷選手の記者会見の模様などが、ね、はい、メディアでもたくさん取り上げられて印象的だったのが、今シーズン長かったというふうに話してたのが、あっという間ではなく、やっぱ長かったんだな。いや、長いよね。だってポストシーズン経験してないしさ、うん、そうですよね。それやっぱり1ヶ月間やっぱ長いし、うん、だからやっぱ勝つってやっぱ大変なんだよね、やっぱ疲労度がね、うん、で負けるってやっぱこう簡単ではないけども、うんうん、やっぱ勝つ方がやっぱ難しいし、はい、まあ、長く感じるよね。そうです。やっぱ地位をた守っていかなきゃいけないから、ずっと、うん、まあでも、もう今年はピッチャーマウンドに上がらないということで、はい、すごいどんな数字を残すんだろうって思ってたけども、うん、はい、どう森藤がこうどんな数字っていうのは想像できてなかった、うん、なかったです。なかったけども、うん、でも結果、はい、50-50 以上のことをやったよね、はい、そうですね。それに関してはどう、うん、ああそれに関しては、いやだからまあ想像しなかったでしょ、はい、想像しなかったけど、その成績がポンと出された時に大谷選手だったらやってくるのかなって、この結果論ですけど、うん、結果を見てですけど、うん、いやシーズン前はこんなこと想像もしてなかったです。なるほど、うん、だけど、あ、結果蓋開けてみたら、うん、あ、だって大谷選手だもんなっていう、うん、でもやっぱ改めて凄さを感じたな。それはありますね。やっぱメジャーで唯一の人間になったんだよ、うん、歴史変えましたね。いや歴史変えた、はい、ね、いろんなものを変えていく中で、うん、やっぱこう変えたというのがすごいよな。いやすごいです、本当に。日本人が変えたんだっていう、やっぱり40-40、はい、ね、43-43 まではいたのかな、42までいたのかな。だからそれ以上はいなかったんだよね。でも遥かにいっちゃったよね。遥かに超えてきましたね。いやだからこれすごいな、歴史のあるメジャーリーグでさ。そうですね。いやだ、今までない数字をまあ遥かに超えたって、うん、いやギリギリ超えた、よかったなじゃないんで、もう余裕のよっちゃんで超えてた。余裕のよっちゃんでいきましたね。いやいや本当に、あれ余裕の翔ちゃんだな。余裕の翔ちゃんですね、翔平選手だから。 あれ1試合で3ホーマーの時もありましたしね、うん、後半ね。そうだな。で大谷選手の今シーズンの主な記録ですけれども、もちろん50-50、これ史上初です、うん、それから54本塁打、これ2年連続で、うん、本塁打王、ホームラン王を取りました、はい、さらに打点王、これ130なんですけれども、はい、これは日本選手としては初です、うん、それから、まあ、これ影に隠れてますが、まあ、ちょっとトリプルスリー、はい、これも日本人選手初です。トリプルスリーの遥か上行ってるよ。上行ってるっていう。本当に、はい、でシーズン日本人選手の最多盗塁59、はい、これもイチローさんを超えました、はい、さらに、400塁打、はい、23年ぶり19人目、はいはい、で MLB 全体でのホームラン、さらに盗塁の数2位以内は116年ぶり3人目ということで、うん、数々のもう数えていったら数えきれないほどのこの記録を塗り替えていったという。まあスタートは2番だったけど、はい、まあ、途中で1番になったじゃない。まあベッツがっていうところで、1番バッターの打点王っているのか過去に、うん、そこですよね。いやいや俺いないと思うよ。そうですよね。でそれ1番で取っちゃうっていうのはやっぱどれだけ自分で打ったかっていうことだよね、はい、
いやだからすごいなと思うよな、うん、これはやっぱこう、まあ、抜く選手も出てくるんだろうなこれからね、それが一つ目標になって新たに、うん、いや今までの目標って40-40、はい、その中でじゃない、うん、でも数字が 1ランク上に上がったからさ、はい、まあ、そこにやっぱこう照準を合わせて、うん、やっぱ来るんだろうなと思う、ね、各選手はそうですよね。ただ大谷選手はまあ来シーズンからまた二刀流が始まるということで、うん、大谷選手自身が今年のこの50-50 だったりの記録を超えるということは今後なさそうなんですかね、うん、もういやもうないんじゃない、ピッチャーやるとね、うん、まあ、ただどっかでピッチャーをやめて野手専念になる時が来ると思うんだよ、はい、でもそこでもある程度の年取ってるからな、うん、だからなかなかな、まあ、難しいし、はい、まあ、これがバッターとしてだけのキャリアハイになるのかなっていうの、そうですよね、まあ、そんな感じはするよ。でも分からんぞあの男はやる、何しでかすか分からないよ。そうですよね、うん、いやだから、まあ、楽しみだけどね、うん、夢があるよね。ありますね、まだまだ、うんうん、なので来シーズンはピッチャーも二刀流ということでやることになるので、今度はまた新たな記録が、いやだから、まあ、ホームランと打点取ったよね、はい、まあ、三冠王はちょっとかなわなかったから、うん、一回首位打者取ってほしいな、あー、トータル的に三冠王という、はい、それとピッチャー部門で言えば、うん、サイヤング、うわ、これをやっぱ取ってほしいなと思う。これ今までないですからね、サイヤングと何かね、ホームランを、ホームランなんかバッターとピッチャーの夢を同時に叶えてるというですよね。いやだからサイヤングとか行ってほしいなと思うけどね。ですよね。どうなんでしょう、来シーズンは、まあ、あの久しぶりのまたピッチャーということでちょっと抑えつつになっていくのか、それとももう最初からもう飛ばしてガンガンいくのか。いやもうなんで緩める必要ないでしょ、行けるところは行くよ、やっぱ大谷は多分行くと思うよ、うん、まあ、ただ盗塁は減るだろうね来年はね、そうですね、盗塁は減る、ただそのサイヤング賞を目指して投げる、うん、はい、ポストシーズン勝つ、はい、ワールドシリーズの胴上げ投手になる、うん、まあいろんな夢は膨らむよね。そうですよね、だから今シーズンだけで夢が終わったのではなくて、うん、新たな記録挑戦のために来シーズンからまた、まあ、一つの夢だよこれはね、うんうんうん、一つの夢、うん、まあ、ただやっぱこう有言実行というかさ、やっぱ移籍してなぜ移籍するかっていうと、うん、やっぱワールドチャンピオンになりたいと、だから移籍を考えたと、うん、で移籍した1年目、うん、ね、ガンガン自分がチーム引っ張って、はい、なんか優勝しちゃったみたいな、ね、そうですよね、まあ、そんな感じだし、ね、でもね、それをするために山本もね、うん、一緒にやろうっていう、ね、声をね、はい、かけてるしね、はい、すごいな。でここでちょっと大谷翔平選手の人生設計というのがありまして人生設計シートと現実をちょっと見比べていきたいなと思うんですけれども、うん、大谷選手は18歳で一応人生設計シートではメジャー入団というふうに書いていました、はい、ただ現実の出来事としてはドラフト1位で日本ハムに入団と、うん、まあでもメジャーに行こうと思ったらメジャー行けたからね。そうですよね、うん、ただやっぱこうワンクッション置こうというね、はい、まあ、そこら辺でちょっと方向転換はしたけども、うん、はい、で、メジャーに昇格を20歳、これで15億円というふうに年俸というか契約金でしょうかね、15億円というふうに人生設計が書いていたんですが、はい、20歳の実際の大谷翔平選手は、11勝10ホーマーで NPB 初の2桁勝利2桁本塁打を記録するというところです、うんうん、はい、そして22歳でサイヤング賞を取るというふうに人生設計では書いていたんですが、はい、実際のところはリーグ優勝、日本一、MVP とベストナインダブル受賞というところで、うん、まあ賞は取るんですよね、ここで。まあ、あんまり遜色ないね想像してるのとな日本とメジャーの違いというだけのことですもんね、うん、で、24歳でノーヒットノーラン25勝達成するというふうに人生設計では書いているんですが、まあ、実際の24歳は、日本人4人目の新人をここで獲得するということで、メジャーに行ってますね、メジャーに行ってますね、そうです、もうエンゼルスに移籍しているというところです、はい、で26歳でワールドシリーズ制覇、そして結婚というふうに想像してたんですけれども、2年遅れた、
3年です。あ、3年遅れた。でも3年ですよ、だから本当に、うん、やっぱ結婚してやっぱ意識してんだね。面白いね。うん、26で結婚はっていう、やっぱその家庭の大事さとか、うん、そういうのはちゃんとしっかりしてたんです。してたんだね、はい、やっぱ家庭環境かな、それはな。うん、大谷が育ったというね。そうでしょうね、うん、きっと。で実際26歳は、怪我をちょっとしてしまったという年になりました。で、29歳で、ノーヒットノーラン、そして2度目の達成というのを人生設計に書いてはいたんですけれども、実際のところで結婚、そして WBC、世界一 &MVP、 2度目のリーグ MVP、 そしてドジャースに移籍ということで、これが29歳、去年でした、うん、はい。で、今年30歳になって、はい、日本人の最多勝利を取るというのが人生設計だったんですけれども、まあね、怪我のこともありまして、で実際には、ワールドシリーズで優勝というふうに、うん、来年はどうなってるの。来年31歳、女の子誕生。あ、女の子が子供欲しいんだ。最初でも、もう28歳で男の子が誕生してっていうのはあったんですよ、もう実際に。で、じゃあまあ子供ということですね。そうです、来年は女の子が誕生という人生設計なので、まあ、そっちも頑張らないとね、じゃあ。そうですね、オフ入るので、ね、はい。そうか。ということで、続きいきますか。で、32歳が、ワールドシリーズで2度目制覇。もう2年後には2度目制覇という。いやいや、連続じゃないんだ。一回開くんですね。いや、開かなくて、多分開かないと思うよ。あ、来年もどうチャンスってますか。来年も十分チャンスがある。まあ、その山本もフル行けるし、うん、はい、多分今年のオフに、うん、ピッチャー補強すると思うよ。あ、ドジャースは、うん、そしたらやっぱこう強いと思うけどな。あ、じゃ あの連覇する可能性も十分。で、大谷も投げれるでしょ、来年になってくると、うん、そうですよね。で、33歳、次男誕生、うん、結構子供好きなんですね。3人目そうです。頑張るね。頑張りますね。34歳、ワールドシリーズ3度目の制覇、うん、で35歳 WBC 日本代表。あ、だからまだだね、やっぱり夢あるんだね。出てくれるというのがあるんですね、はいはい。で36歳、奪三振数の記録を達成する。また塗り替えるっていうことなんですかね、これは。奪三振のあんまりピッチャーのことは言うけど、出足のことはあんまり言わないんだね、うん、これは、うん、やっぱり気持ちはピッチャーなのかね、大谷は。多分そうだと思います、うん、一つも野手のことは書いてない。な、はい、そうなんです。で、37歳、長男が野球を始める。もうだと、まあいいんじゃない。やっぱ野球やらせたんですかね。まあそうだね、うん、まあ、自分への憧れっていうのを持ってほしいっていうことだね。ですね。でもこっからなんです。38歳、うん、結果が出ず引退を考え始める。ものすごい現実を見てるというか。まあでも20年だもんな、38って言ったら。うん、そうですね。だから自分の中の結果だからね。そうですね。普通にやってれば普通以上の結果だと思うんだけど、うんうんうん、多分 ね、 そうですよね、大谷クラスだと。ですよね、うん、で39歳、翌年での引退を決意する。で40歳、ノーヒットノーラン引退試合、うん、これはノーランライアンに憧れてるかな。まあ、名投手ですけどね。まあ、そうだね、はい。で41歳、日本に帰ってくる。お、はい、で42から57歳まで日本にアメリカのメジャーのシステムを導入ということで、でその間にプロ野球界から引退ということは、もしかすると日本に帰ってきて最後何か選手として見せてくれるのかな。まあ、選手としてっていうか指導者じゃないのか。ただ59歳でリトルリーグの監督になるっていうのがあるんですよ。なのでプロ野球の大人気だろうね。もう人気すごいですよ。もうなもうどこでやるんだろうね。やっぱチームを継ぐってことですか。あ、お父さんのチームを継いでっていうことなんですかね、うん。まあ、岩手に帰ってくるというのが58歳にあるので、きっと59で、まあ、そうなんでしょうね、リトルリーグというのは。岩手に帰るっていう、はい、前の年にあるので。いや、好感持てるね。で60歳でハワイ旅行、うん、まあ、どこでも行ってもいいよ。どこでも行けますよ ね、 別にハワイじゃなくても世界一周でもいいよ、うん。あとすごいのは61歳、リトルリーグで日本一になる。ここでも監督として。やっぱ負けず嫌いだな。そうですね、それは18歳の時に、うん、あ、20歳の時に15億円とか言ってたけど、うん、
それから一切金のことは言わないね。書いてないですね。そうですね、20歳の時にメジャー昇格して15億円っていうのが最後で、そっからもうお金、金のことは一切言わないね。これ17歳の時に人生設計シートをすでに書いてある。いやだから思ったって、その書いた時はやっぱお金っていうのは意識してるけど、でもそっからの先の夢って、うん、もうお金じゃないんだろうなと思うよね。もうあの純粋に野球が好き、野球で一番になりたい、世界で一番になりたいっていうことがね、彼の思いとしてこの人生設計シートに出てますよ ね、まあ、そうだね。お金うんじゃないせ、ね、あんな1000億とかじゃないですもんね、書いてあることが。で、62から64歳まで3年間岩手の野球向上のために野球を考える、うん、地元岩手を盛り上げるっていう、その育ててもらった恩を返すっていうのが、うん、すごくもう17歳の時からできてるっていうのはすごいですよね。で65歳、メジャー年金3000万円、ここでちょっとお金のことは出てきます。メジャー年金をもらい始める、うん、もういらないでしょ年金も年金も年金もどうでもいいよみたいな金じゃないのですかね、うん、で66歳から69歳世界旅行、あ、世界旅行行くんだ、やっぱ行きます、ここで行きます安心したそれで最後70歳、毎日スポーツを続けて元気で明るい生活、なんかここ、こうなんか好感持てますね。まあ、しっかりしてるな、どういう人生を送ったら一番幸せで、はい、あ、優雅かなというね、うん、いや、いいと思うよ。いいですよね。ただ世間がほっとくかなっていうね、感じはするけど、うん、まあでも世間がほっとくのは何も、うん、もう自分のペースでいいもんな。もうそうですね、うん、ここまで来たらというか。そうだね、うん、アクセスすることもないだろうし、うん、いやでもこの人生設計シート聞いてるだけでもまたなんかファンが増えそうというか、好感持てますね。まあやっぱり田舎に帰るとかね、いや子供たちと一緒に野球をやって日本一になるとか、うん、まあ世界大会も行ってほしいけどな、それだったら世界一位になる。そうですね、それはありますけれどもね、うん、いやでもなんか一つ一つ、まあ、ちょっと状況は違えど、うん、何年かのタイムラグはあるにせよ、やっぱり一つ一つ夢を叶えていってるっていう。まあそうだね、うん、まあ、自分の能力って自分で知るっていうのはすごく大切なことだけども、はい、やっぱ今年の成績で聞いてみたいのは、自分でどのぐらいを想像してて、うん、はたまたどのぐらい超えていったのか、いやいやまだ足りなかったのか、うん、想像の中で、はい、どうなんだろうなっていうのがあるよね。そうですね、聞いてみたいですね、うん、聞いてみたいね。そうですね、まあ、ぜひ YouTube に出ていただければ何笑うの。いやいや、これ出たらすごいことです。いや俺ジャッジも狙ってんだから YouTube、 うん、ちょっとインタビュー。あ、ジャッジ、うん、ジャッジよ。ジャッジ、なんでいきなり夢が広がりましたけど。え、なんでジャッジには例えばどんなこと聞いてみたいですか。いや、それはもう幼い頃からどういうふうに目指してメジャーになったのかとか、うんうん、で、ものすごい人格者だから、はい、いや、もうね、本当にね、ちゃんと正式にお願いをして、うんうん、ね、あれしたら来てくれるんじゃないかっていう人もいるんだよ、メジャー通の人は。あ、そうなんですね。いや、そのぐらい紳士らしいよ。これはじゃあちょっとヤンキースの球団にお願いしたりとか、はい、ちょっとあのジャッジと知ってるよって知り合いの方いたら。いや、知り合いなんか関係ないんだよ。もうちゃんと正式にお願いして、はい、ジャッジが認めたら、うん、OK だと。ジャッジと豊さんが対談っていう、すごいですね。そうそう、これはビッグ対談。俺の夢だから。そう、人生設計豊さんの書いた方がいいですよね。ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、66でジャッジにインタビューする。死に間際に大谷にお願いして大谷インタビュー、大谷インタビューみたいな書いとくべきですよ。書いたら叶いますよ、絶対に。そうか、そうですよ。だってあのダルビッシュ投手でさえもうね、2度も出てくださって。ダルは本当な、うん、夢が叶え、言うと叶う。まあそうだね、はい、でも未だに問い合わせがあってね、うん、テレビとか、はい、雑誌とか、うん、あれを使わせてくれと、はい、ね、いいですよって返事するんだけど、うん、でもそうやってためになってんじゃん、インタビューが。あの、いろんな方のですね。そうそうそう、ね、それと、まあ、ダルビッシュもいいこと言ってるから、うん、だからそれは、ああ、いい動画を作れたなって思ったよね、うん、そうですね。だからあれをね、切り抜きで自分が撮ったように使ってるバカタレがおるんだ、うん、誰ですか、それ。いや、インスタで上げてんだよ。インスタで、
ひどいですね。で俺がインタビューしてるんだ、俺切り取ってんだよ。切り取んなんてアホい。切り取るんですか。お前だんまお前、ね、そんなんいかんやろ。そうですよね。今いくら加工ができるからといってね。なあ、それはさも自分がなんか、うん、やってきましたみたいなことで書いてんだよ。それはダメですよ。ゆたかさんもちゃんと乗っけてる。フォロワー俺より多いって。そう、そう、お前、笑いかんぞみたいな、お前。そう、それショック。ショックやろ。お前、誰お前、人のふんどしでお前勝負してんじゃねえよって。そうですよね。そうですよ。それはちょっと、必ずゆたかさんも乗っけて、ここから引用しましたっていう。そうだよな。ね、ゆたかさんのインスタのね。ほら、コメント欄にざま見ろ。あれ、これは高木ゆたかさんのインタビューですねって書かれてた。ざま見ろ。ざまみろじゃないけどさ、そうですね、ちょっと大谷選手のね人生設計の後にざまみろはちょっとないですけれども、まあそうだ、確かにそれはいかんな、それはいけん、それはダメですけど、それはすいませんでした、もう本当に人格者と言ってたんですけどね、まあ、そうだね言ってたんですけどね、まあまあまあ、でもやっぱり一つ一つこうやって、はい、あの夢を叶えていく、そうだね、まあ、ひとまずやっぱり今は疲れを取って、うん、あのデコピン、まあ、怪我したしだよね、あ、そうですね、アダキューしたから、アダキューってねちょっとね、残るかもかな、本当に豊さんもね、やったやったそうですよね、でね、今もう新幹線で移動の時とかちょっとしびれる時もあるんだよ、あーそうなんですね、アダッキューから、はい、だからもう本当にしっかり直した方がいいね、そうですね、はい、ここからあの、ね、検査もするということなのでオフはしっかりとあの休まれてメンテナンスされて、はい、家族と過ごされて、そうだね、うん、また来シーズン今度は二刀流の、いや楽しみやな、はい、今度なピッチャーでな、どんなピッチングをしてくれるかな、そうですよね、170キロ出そうな感じがするけど、腕が飛んでる、いやいや違う違う、またはパンパパしてるから、すごかったですね、いやすごい、だからどんな力のある球を投げてくれるか、うん、まあ、楽しみですね、楽しみにしたいと思います、はい、はい。